はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。219名のファミリーの皆さん、本日皆さんいつもありがとうございます。昨日ですね、キャバクラ夜出勤だったんですけど、やっぱ前ですいません、黒服の話なんですけど、やっぱりいいっすね、こうまあやっぱりお店って女の子がいてのお店だと思うんですよ。やっぱ女の子がいるからこそお客様が来て、女の子がいるからこそ僕たちがいて、僕たちがこうサービスさせていただけるとやっぱ思ってるんで、女の子が一番働きやすい環境を作っていかなくちゃいけないと思うんですよ。で昨日まあ、あまりこう詳細はお話しできないんですけど、こうまあこう割とこうボディータッチがこうちょっとあるようなお客様がいて、僕がこう見てる感じだと女の子はあんまり嫌がってないように見えました。だからこうすいません、ちょっとお触りがダメなんでとかっていう注意まではやらなかったんですけど、後から営業終わりに女の子がちょっとまあ嫌だったっていう話を聞いて、いやこれって完全に僕のこう、まあ、接客ミスだなというか、僕の本当にこうまあサボってたと思うんですよ。女の子が嫌な感じの仕事をしてるじゃないですか。で僕としてはそれを見落としていたわけで、昨日そのまあすごいこうやるせない気持ちになったんですよね。で昨日まあそれと別件で、まあ、あるお客様からまたチップをいただいたんですけど、なんかそれも、まあ、もちろんめちゃくちゃありがたくてめちゃくちゃ嬉しくて感謝してるんですけど、なんか本当に納得いかなくて、なんかめちゃくちゃなんか悔しいっていうか、なんかこうやるせない気持ちで帰宅したっていう話をですね、皆さんにしたくて動画撮りました。今日ちょっとマジで気合入れて気合入れていくんで、はい、ぜひ見れないと思うんですけど、ぜひ見といてください。以上です。ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん失礼します。